はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。テリーボマー様、ひろゆき様、まったり様、ゆうや様、みどりんりん様、ダンスミヤ様、マルヒデ様、トラチマフォレバー様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ありがとうございました。外国人実習制度廃止デモの手続きに、今朝ですね、警視庁に行ってまいりました。朝一の時間指定されたんで、ぼーっとしてる写真になってしまいましたけれども、なんか今、G7 の外務大臣が全員ですね、来日するんで、警備担当が忙しい、いうことで、朝一しか時間空いてねえということで、やってまいりました。毎年毎年数千人、去年は9006人もの実習生が失踪し、不法滞在者となり地下に潜伏、不法滞在者は累計25万人、全国各地で作物やら電線やら盗めるものありとあらゆるものを盗んで逮捕されてて、社会不安となってますね。安全基準違反、賃金不払い、残業代不払いなど、受け入れ事業所の問題多数発覚。問題がなかった事業所が3割以下っていうね。米国国務省人身売買白書で奴隷貿易と非難されている黒辱。労働力輸入は日本人の賃金上昇を抑制。というわけで、多くの問題を抱える頑強、元凶の外国人実習制度廃止を求めるデモを開催いたします。11月19日日曜日13時30分集合、東池袋中央公園サンシャイン60隣接であります、旧巣鴨プリズン跡地であります。よろしくお願いいたします。皆様、ご参集ください。11月11日、北朝鮮による拉致被害者救う会さんの署名を集める活動をいたします。メール党員の皆様、何とぞ何とぞお手伝いください。詳細はメールをご覧ください。岸田総理、年内解散見送り、まあ驚かないですね。まあそうだろうな。世論です。見送りメガネ何でもメガネつければいいってもんじゃないですかね。得意なことは検討と見送りです。今の支持率で選挙したら自民は大敗だもんね。そりゃ今最悪の状況だしできんわな。支持率引きすぎんのに居座るとか、支持率が回復するとは思えんが、内閣支持率より自民党支持率が高いんだから岸田が辞任すればいい話。それナイスアイディアですね。まあ選挙はお金配った後だよな。今年度、今年の年末解散っていう噂でですね、永田町がわたわたしてるってある人から聞いてましたが、嘘だったみたいであります。たった4万円ので大威張りの定額減税実施が来年6月なんで、ここまでは選挙しないでしょうね。やるとしたらその後でしょうね。4万円で国民大喜び、内閣支持率 V 字回復とはならんと思うけど。もう18ヶ月も続いてる実質賃金減少がなんとかならんと、なんとかしないと支持率上がんないと思うぞ。ガスは総裁選に出ずにですね、総理辞めたんだでしたが、岸田もそれやりそうですね。この支持率じゃ総裁選勝てないでしょ。共同通信の調査で、次期総理期待は1位石破、2位河野、3位小泉、私のことを脅してきた河野ですね。これはですね、共謀通信が、ならいいなっていう願望でしょうね。1位石破だったらいいな、2位河野だったらいいなっていうですね。私の大胆予想は進次郎です。本当は高市さんがベストなんですけど、石破と河野だったら進次郎がマシっていう希望的観測も入ってまして、まあ色は認めますけれどもね。自民党議員さんが石破とツーショットのポスターで選挙戦いたいか、河野とツーショットのポスターで選挙戦いたいかっていうことなんですよね。進次郎とツーショットで戦いたいかということなんですよね。バカ総理、少子化対策財源に強制で取り立てる支援金制度。
強制なのに支援金を創設する方針だそうであります。収入に応じた金額を社会保険料、に上乗せ徴収するんだって、支援を強制ってなんだそれって話なんですけれどもね。世論です。収入に応じてってただの所得増税じゃんか。増税だらけで子供減るだけ。少子化の理由を全然わかってないな。増税に少子化対策、便利な言葉。少子化対策といえば何でも許されると思うね。賃上げ以上に増税されたら意味がないと。当初ですね、月500円、ワンコイン、年額6000円を社保料に上乗せ徴収して、少子化対策に充てるで、定額値上げを言ってたんですけど、収入に応じてで変わったみたいですね。それって国保税増税そのものじゃねえの？もっと言えば、所得に応じて、上がるっちゅうんだったら、所得税、増税じゃねえのか。一体何が違うのかってね。支援って名目が違うのかって話。それに強制で取られるですね、支援金ってなんだよって。強制させられる支援って一体なんだって話。どうせ財務省の悪知恵だろうけど、支援金ってせ、名前にしましょう。自民党のね、おじいちゃんたちは、変だって思わねえよ、これ。もう勘弁してくれよ。税負担率が少子化の原因なのにね、47%。対策のために負担増やすって、支持率上げる気ねえだろ。少子化を解決する気ねえだろ。次から次へとね、こっちをイライラさせてくれますね。次の選挙、大負けしてですね、操りそうで、操りやすそうで、岸田選んだ自民党議員公開すとえよ。今年4月から9月期の経常収支、まあ上半期ですか、12兆7064億円で過去最高。そうすると年間24兆円とか25兆円見込みますね。貿易は1兆4000億円の赤字だが、株式や不動産、特許収入など海外資産からの配当が18兆3768億円。貿易赤字は貿易赤字なんだけど、それ以上に入ってくるものがある。観光客が落とした1兆6497億円などが貿易赤字を相殺と。世論です。庶民に歓迎せえよ。庶民でもですね、アップルとかの株買ってれば配当もらえんじゃねえのかな。物価高で過去最高に生活苦しいんですけど、企業の内部留保に回るだけ岸田よし増税だ。配当黒字18兆円の中には政府が保有するですね米国国債の利子3兆円は入ってるんだろうか。入ってそうだな。海外に投資して儲けた金、海外投資に回しちゃうんだろうか。日銀や年金基金がせっせとね、国内の株買って下支えしてますけれども、日本企業ね、いまいち海外企業と比べると、配当を出すのがしぶちんなんですよ。まあね、海外企業は配当を出すために無理して短命っていう企業も多いんですけれどもね。配当黒字がですね、180兆円ぐらいになったら、収支、経常収支が180兆円ぐらいの黒字になったら夢のような無税国家できんじゃないこれ。石油売る無税国家はありますけどね、サウジとかクウェートとか。いずれにしてもですね、世界は悪に染まっててひどい状態じゃないと都合が悪いパヨにとっては革命の大義を失う都合悪いニュースですね。年間25兆円の海外から金ジャブジャブ入ってくる。したらね、日本人一人当たり20万配れるんですけど、どこに行っちゃってんだろうね。あとはそういう国は円安の方が有利ですかね。全然。海外からどん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 金が流れ込んでくる国は円安の方が全然有利。だって、そうじゃないですか。2倍円安になったら、それが50兆円になるってことですからね。まあその辺説明してもパヨは分かんないパヨは円高が好き。なぜなら国力が落ちるから。紫ババアっていう経済評論家なんかどっかの教授やってるんだけど、1ドル50円とか言ってたもんね。今日の単身であります。2012年初当選の神田圭司財務副大臣は税理士なのに税金滞納の常習者。
すでに議員だったのに、2013年から2019年の間に自社ビルを4回も税務署に差し押さえついた、深く賛成してますと言ったが、副大臣は辞任せず、みたいだったって、税理士さん、税理士が税金を軽く考えるという業界全体の信頼を失墜させる行為、現職議員がなんでそんなにお金なかったのか、税金払えなかったのか、全くの謎ですね。忘れてたっていうんだったら、税金払うの忘れてたって言うんだったら税理士失格だし、岸田総理なんでこんな人を財務副大臣に任命したんだよって、野党張り切りどこじゃないですか、これ攻めどこじゃないですか。岸田さと子っていうのかな、倉庫ではないよな、杉並区長、性別を公表していなかった議員の性別を勝手に公表性の多様性を尊重する区条例を自ら破るさすがパヨは自分勝手だし、自分は規則に縛られないと思ってるし、本当は LGBT なんかどうでもいいって思ってることがバレますね。秋田県大仙市の自宅で40代男性が熊に襲われ、顔に傷、指を骨折、これでですね、秋田県の今年に入ってからの熊被害者は66人に達した。マイタって読むんだってこれ。マイタ和彦、日本月のワグマ研究所所長、毛皮や熊の井の目的で乱獲され、これ漢方薬になるみたいであります。熊の井、で乱獲され、一時絶滅寸前だったが、2000年頃から保護に転じ、今では20世紀末の4、5倍に増えてると思います。20世紀末っていうと、バブル終わって10年ぐらいですかね。まあ、20年で4、5倍になっちゃった。熊の繁殖力がここまで強いとは思わなかった。山の奥に送り返しても 43% は人里に戻ってきます。5年程度で人間の怖さを忘れてしまうんです。年間180人以上も襲われる、こんな恐ろしいことはありませんが、2年後の2025年には今以上の大出没を予想しています。だってあらら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 あららららら ら, ら再来年、大出没、来年も大出没なんすかね。これ迎撃体制整えないとまずいんじゃないですか。熊を殺すなと役所その他に30回以上抗議電話した暇な女性の言い分を ANN が取材。開発で住む場所がなくなったんで人のせい、私は都市部に住んでるから熊の被害に怯えている人の気持ちはわからない。何言ってんだこいつ、勝手なことばっかり言ってんだ。開発しまくったから都市が存在するんでしょうが、その恩恵の上にあんた住んでんでしょうが、抗議電話ってこのレベルの人間の仕業ですから、バカで無能だから、バカだから、すなわち大したことできねえから、敵に回しても怖いことなどありません。ガチャ切り着拒でええですよ、役所の皆さん。4万8千人に聞きました。国内で移住するとしたらどこ、どこが、どこに住みたいか。どこでもいいって言うんだったらどこに住みたいかってことですね。1位長野県、2位鹿児島県、3位島根県、4位兵庫県、5位北海道、6位山口県、7位香川県、8位滋賀県、9位和歌山県、10位高知県。なんか人口減少してるとこ多くないですか。なんか田舎に憧れでもあんのかな。私はですね、先天性の貧血で冷え性、すっごい冷え性なんで、20度切ると指先真っ白になっちゃうぐらい末端冷え性なんで、できればあったかいとこがいいな。京都市、97歳男性が運転する車が信号待ちしていた軽トラックに突っ込んだ後にビルに突っ込む、車に乗ってなかったなど意味不明なことを言ってたそうであります。軽トラの被害者が無事だったかどうかも報道しろよな。97歳だって、100歳以上の方が8万人だっけな、結構少ないですね。8万人だから 1%、 0.1%、 1000人に1人ぐらい、1000人に1人以下100歳を迎えられるのは、ということなんですけど、この97歳の男性もうすぐその栄光ある
1000人に1人以下の確率に入りそうなのにこんなことやってんのかっていう。ヤフーと LINE の経営統合によって反社会的勢力の構成員の使用を制限する規約が増えました。暴力団員混乱、いきなり使えなくなると本当に困るとか言ってんだって。ヤクザが困るのは一般人にとっては利益じゃないかな。あんたら人に迷惑かけるのが仕事なんですからね。ヤクザの仕事って人に迷惑かけることじゃないですか。だからこの人らが本当に困るは私らにとってはいいことである、じゃないかなって思います。部活動で宿泊したホテルで教え子に猥褻行為をし懲戒免職になった50代男性教師、退職金はくれよ、学校提訴山形地裁それを門前払い。お前の行為は学校教育の信頼を著しく損なったと裁判長、教師なのに懲戒免職の懲戒の意味分かってないんだよね。これ刑事ではどうなったんだろうか。刑事、示談金うんと弾んで被害届出すの勘弁してもらったのかな。刑事、静岡県掛川市で職質中の女性警官を早く行かせろなどと言いながら殴る真似をした52歳男逮捕。バカなやつもいたもんですねこれね。警察はやろうと思えば何でも公務執行妨害で取れるんだよ。中ではですね公募って呼んでますけどね、公募で取っちゃおうかなんて、言ってますからね。あと女性警官って言ったって全然かなわないですからね、大の大人男でも全然かなわないですからね。女性警官もね、たやすくひねられますからね。熊抗議女、退職金請求男、警官に逆らう男、バカが多くて絶望しちゃいますね。なんならね、亀田製菓ピーナッツなし柿の種にピーナッツ混入、2万8000袋を回収。これはギャグだったら大問題だけど、こんなのいいんじゃねえのおまけで、思ったんですけど、アレルギーある子がこれ食べちゃうと非常にまずいことになるみたいであります。責任重大だから2万8000袋回収ということで、なるほどなぁ、私も浅はかだなぁとちょっと思いました。というわけで、11日、拉致被害者署名活動メール党員の皆様よろしくお手伝いください。19日外国人実習制度廃止でも、皆様よろしくご参集ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。